皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日は皆さんが家族として一緒に暮らしてるワンちゃんたちとの運命的な出会いの場所などについてお話ししていきたいと思います。後半では事前に撮った統計やこれからワンちゃんと暮らしてみたい方、2匹目、3匹目を家族として招き入れたい、そんな方々に聞いてもらいたい情報もありますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。では皆さんにお聞きしたいと思います。現在家族として暮らしているワンちゃんたちとの出会いってどこですか？きっと半数以上の方々がペットショップや大型商業施設などのペットコーナーではありませんか？普通に家族と買い物に来て、たまたま通りかかったペットコーナーでワンちゃんに一目惚れした方たち。子供に毎日世話をするからと言われワンちゃんとの生活がスタートした方たち。こんな出会いが一番多いんじゃないでしょうか。そんな我が家も約7年ほど前、そんな感じで1匹目の愛犬と出会いました。当時ペットと言われてる動物系はペットショップ以外で動物愛護センターなどでしか出会えないものだと思ってました。その当時は無知というか気にもしてなかったんでしょう。ちなみにその動物愛護センターのお話は後ほどお話しします。話を戻してペットショップですが、自身がインスタで統計を取った結果はインターネットで調べた数値とほぼ同じパーセンテージでした。そのペットショップで愛犬との暮らしをスタートさせた方々は全体の約 55% でした。半数以上ですね。では残りの 45% の方々は一体どこで愛犬と運命的な出会いをしたのでしょう。まずはこちらです。ドッグブリーダーさんから愛犬をお迎えしたという方々は約 27% でした。7年前の当時はブリーダーさんなんて気にもしてなかったし、むしろ悲しいニュースなどが報道されることもあり、ブリーダーさんと名乗る人たちに良いイメージはなかったと思います。しかしそれはごく一部の人たちで、それらの人はブリーダーさんではないのです。話を戻してブリーダーさんたちから直接交渉してワンちゃんをお迎えされる方々の共通点は、家族として招き入れたワンちゃんの犬種にこだわりがあるということです。例えばフレンチブルドッグは決まりだけど、毛色はどの色の子にしようかなみたいな感じで犬種は決めていて、あとは色で悩むみたいな感じです。ペットショップにわざわざ足を運んで、今日は絶対フレンチブルドッグの子を決めて帰るぞって、そんな人いないですよね。ちなみにペットショップでゴールデンレトリバーやシベリアンハスキーみたいな大型犬ってペットショップでまず見かけないでしょ。でもゴールデンレトリバーやダルメシアンなどを散歩させてる方々を見かけますよね。どこでお迎えしたの？そうです、ブリーダーさんです。シベリアンハスキーやダルメシアン、ゴールデンレトリバーなどの大型犬はそれ専門のブリーダーさんたちが全国にいます。もちろん県外からでも問い合わせをしてお迎えをされる方々もたくさんいます。どうやってそんなブリーダーさんたちを見つけるの？皆さんそう思いますよね。犬種にこだわりがあって、その犬種専門のブリーダーさんたちを探し方は次回以降にお伝えしようと思います。なのでチャンネル登録、ベルマーク通知を今のうちによろしくお願いいたします。ちなみブリーダーさんと直接交渉をされて見学まで来られる方々の愛犬お迎え率は犬種にもよるんでしょうが 80% ほどあります。もっとあるかも。すごいですよね。基本ブリーダーさんと直接交渉をされる方々は迎え入れる気満々で来られるので、冷やかしやハプニングがない限り見学に来たその日に決めて帰られます。
ちなみにペットショップのショーケース前で見ていった人たちがワンちゃんを決めて変えられるパーセンテージは1割にも満たない数パーセントです。さてペットショップやブリーダーさんから愛犬を家族として迎え入れる方々はこんな感じでしたが、それ以外の方々はどこで愛犬をお迎えしたのかというと、この場所です。保護施設から家族としてワンちゃんや猫ちゃんを迎え入れたご家庭はまさに神様だと思います。自分たちもインスタなどでフレブルの赤ちゃんも産ませるなら保護犬を1匹でもお迎えに行けやら、繁殖なんかさせて完全にエゴ、犬がかわいそうだとか、まあ他にもいろいろと言われてきました。その当時はごもっともだ、やめようかななんて思ったりもしましたが、今は我が家から生まれたフレブルの赤ちゃんたちをすごく喜んで溺愛してくれてる方々に支えられてるので、日々めげずに頑張って子育てをしております。話を戻して、保護施設などからワンちゃんなどをお迎えされる方々は本当に動物が好きなんだと感じます。なかなか真似できることではないと思ってます。自分たちは何らかの原因で愛されなかったワンちゃんたちなどを見ることは耐え難いことで、その場に立ち入ることもできません。そのような環境で一匹でもお迎えして悲しいことを減らそうとされてる方々は神としか思えない。きっと保護施設に迎えに来てくれたあなた様を見てワンちゃんたちも神様って思ったと思います。そして私たちも皆様と思いは同じです。保護施設にいるワンちゃんたち全員を救いたい、その気持ちは同じです。でも現実問題、非常に難しいです。愛されなかったワンちゃんたちは皆悲しいことに虹の端に行ってしまいます。その虹の端についても次回以降お話ししていこうと思います。そして最後、細かく言うといろいろあると思うのでその他にしてますが、今お話しした内容以外にもワンちゃんたちと様々な出会いがあると思います。例えば友人がワンちゃんを飼っていたけど子供ができ、その子がペットアレルギーで家で動物が飼えなくなってしまった場合、愛犬を里親に出すしかない状況ですよね。そんないろんな環境の変化でワンちゃんたちを里親に出す人、そしてそれらを迎え入れる人、そんな感じが最初にお話しした3つに当てはまらない方々だと思います。今現在でも里親サイトなるものがあると思われます。ちなみに私たちの家ではフレンチブルドッグの他にオカメインコちゃんを2羽飼ってるんですが、このオカメインコちゃんは里親サイトでとても優しそうなご老人から譲り受けました。里親に出した理由を聞くと、大事に飼っていたがオカメインコちゃんの寿命は10年から15年ほど、ご高齢だった飼い主さんはもし自分に何かあったらいけないとオカメインコちゃんを里親に出すことを決めたそうです。深くは聞かなかったんですが、きっと親族に飼ってくれる人たちがいなかったんでしょう。それをワンちゃんに置き換えると、そういう出会いもあると思います。こうやって紐解いてみるといろんな出会いがありますよね。さてインスタグラムで撮った統計がこちらになります。やはりペットショップがダントツでした。私たちのフォロワーさんはフレブル好きが多いので、ブリーダーさんからの出会いも多くなってました。一番感銘を受けたのが、出会いは保護施設などに10分入ったことです。この時点で10匹の命が救われたことになります。感動しました。あと番外編です。ワンちゃんたちは平均でペットショップ 50%、 ブリーダー 20% で7割、猫ちゃんは拾った 30%、 知人や友人などから譲り受けた 27%、 動物保護団体から譲り受けた 13% で合計7割などと、猫ちゃんは金銭が発生しない出会いが非常に多いことがわかります。今回は以上となります。ワンちゃんたちとの出会いはやっぱり運命的なことだと思います。悲しいことはなくなってほしいです。
そして話の冒頭で出てきた次回以降にお話しする内容はブリーダーさんの見つけ方虹の橋のお話里親サイトとはこんな感じでまだまだ情報を発信共有できればと思います。本日はご視聴いただき誠にありがとうございます。では次回もお楽しみに。